ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストはフリー素材モデルの大川達也さんをお招きしました。2年ぐらい前から月1回2回ぐらいのペースでトークイベントに出てるんですね。で最初は普通に1対1で打ったり、まあ、4、5人いる出演者の1人で呼ばれてたんですけど、何かのきっかけで司会お願いしますって言われたんですよ。それが何かはっきり覚えてないんですけど、それ以来最近は司会で呼ばれることが多くなってきたな。なぜかその特に阿佐ヶ谷ロフトっていうトークイベントのライブハウスの店長さんが何かある時には大体司会で誘ってくれるんですよね。まだ自分でトークイベント企画するときも司会のポジションにいることが多いので、やりたいわけじゃないんですよ。ただそれで呼んでもらえるから、じゃあ行きますっていう。まあなんか壁に当たったりとかっていうのは。壁もないんですよね。っていうのはなんか司会じゃなくても散々喋ってきたんですよ。バンドのその曲の間の喋りでもそうですし、そのフリー素材モデル始める前でもちょこちょこラジオを呼んでもらったりとかしてて、あとは、まあ、一番鍛えられたなと思うのがサスケさんのマネージャー時代ですね。とにかく喋りが面白いんですよ、サスケさん。でなんかサスケさんの事務所の社長もむちゃくちゃ面白いんですよ。サスケさんがボケで、その事務所の社長も大ボケみたいな感じでそこを突っ込む人がいないんですよ。突っ込まないと止まんない、じゃあ僕がっていうので3人でいるときは常に僕がツッコミ役でいたわけなんですね。そういう現場での力をこう身につけた上で今やってるので、司会やるからじゃあこういうことやんなきゃこういうことやんなきゃって意識したことはないんですよ。ただこれまでの自分の経験の中で司会ってこういうのなんだろうなっていうのがあって、だから今なんとかこうオファーいただいてるのかなって気がしますけど、程よいカウンターパンチが求められるかな、はい、こう4人ぐらい出演者がいて、まあ、もちろん進行はしますよ。じゃあまずこんなコーナーがありましてみたいなこと言うんですけど、脱線しそうになった、もしくはもう時間を大幅にオーバーしそうになりそうなっていうのも分かり始めたら、いいところでカウンターパンチを入れるんですよ、トークの。そうすると話の方向性がガクッと変わる。なんかでもそれで場を白げさせちゃいけないんですよ。そういう人を傷つけないトークのカウンターパンチを打てるようになると司会はこうスムーズにできると思うんですよ。まあ、佐助さんと事務所の社長と僕がいた時もやっぱり事務所の社長は絶対怒らしちゃいけないんですよ一番トップじゃないですか佐助さんは何言っても怒らないタイプなんですけど、もちろん失礼なことは言えないですよ。でも佐助さんボケ、事務所の社長が大ボケなんで、この大ボケに対して時のないトークのパンチを入れないと話がまとまらないんですよ。その中でやっぱり何年もやってきたっていうのが僕にも司会につながってるのが、突っ込まれた方もあこいつうまいこと言うなって適度に思わせる感じでトークの簡単パンチを入れるそれが司会に分かる役割かなと思います。場の雰囲気を壊さずうまく話をまとめる人っているじゃないですか、はい、そういうポジションでいいと思うんですよ。終わった瞬間出演者みんな楽しそうに楽屋に履ける時ですよねなんか一人すごい悔しそうな顔を した人いると多分司会のせいじゃないですよ。でもなんか出し切れなかった感の顔をしてる人見るとなんか申し訳ないことして自分も原因があるのかなと思っちゃいますし、あとは時間通り終わらせること。別に時間オーバーしても いんですよ、多分30分1時間ぐらいお店としては。でもお客さんも予定がある中で来てるから、なおかつ遠いところから来たりする人もいるじゃないですか。であれ10時に終わると思ったのに10時半10時40分まで帰るのかって思わせたらなんか悪いじゃないですか。だから時間きっちりで目いっぱい楽しませるのがベストかな。僕トークイベントをやる場合は台本用意しないんですよ。まず大まかにこんなこと話しますっていうのは用意するんですけど、なぜ台本通りがいけないかっていうと、まあ、お客さんがいるじゃないですか、目の前に。でお客さんの反応を見て喋る内容を変えていきたいんですよね。
例えば ABC って喋る3つあったとしたら、 A はそんな盛り上がってないから早く切り上げて B に行こうとか、 B が思ったより盛り上がってるからここもうちょっと膨らませようっていうのを、その場その場で時間の割り振りを変えたいんですよ。で、何時から何分までこなし、何時から何分までこなしってかっちり決めすぎちゃうと、それに縛られて喋りもみんなで焦ったりしていいこと何もないと思って、はい、なんか例えばなんですかね、ロックバンドがライブやって CD と全然演奏違う方が楽しいタイプなんですよ。はいはい、なんかライブの雰囲気見てこの曲すごい盛り上がってるからギターソロがいつもバーあるよとか、そういう臨機応変に対応してくれるというか、臨機応変なライブの方が僕が好きで、だから自分もそうしようと思ってるのかもしれないです。もちろんその CD 通りの演奏してほしいっていう人もいると思うんですよ、そのファンとして、はい、で僕はそれこそ生まれて初めて行ったこうプロのライブがブランキジェットシティだったんですけど、 CD と聴いた曲と全然違うんですよ、ライブのアレンジが。でもそっちの方が全然かっこいいんですよ。だからそういう方がいいんじゃないかなって、こうライブものはトークにしろ音楽にしろって思うようになりました。ストロボファクトリーでは映像制作を受けたまわっております。詳しくはウェブサイトをご覧ください。こちらで過去のゲストも公開しています。